国連の月刊誌アソーシ画像は日本の偏向報道が元ネタ。国連の月刊誌 UN スペシャル10月号に麻生太郎副総理のコラージュ画像が掲載されていることが分かった。顔の部分に麻生太郎氏の写真、イラストが当てはめられ、さらに麻生太郎ウバシャテという日本語の文字と、英語の説明文が入れられている。国連の月刊誌では長年勤めた職員を捨てることのないようにという趣旨のメッセージとともにこの画像が掲載されていた。その後、コラ画像は面白半分に海外でどんどん広まっていたようだ。国連はすでに非を認めており、外注のデザイン担当者が意味を理解せずにやったことだとコメントしている。担当者は麻生氏のことを知らず、ウバステ山という概念をわかりやすく説明するためにネット上で拾った画像を使ったと思われる。コラージュ画像の元ネタは木下圭介監督の映画奈良山節考だということがわかった。麻生氏は以前、講演会で90歳になって老後が心配と言っている人をテレビで見て、いつまで生きているつもりだよと思ったと発言したことがあった。ただし、麻生氏のこの話には続きがあり、講演会でこの話をするんだけど、ついに自分が後期高齢者になっちまった。と爆笑オチがあるもの。会場では90にもなって老後が心配って、笑いながら、という部分でどっと笑いが起きており。動画で確認すると漫談のような雰囲気であることが分かった。それにもかかわらず、マスコミは発言の一部を切り取って卑怯な報じ方をしたのだ。朝日、毎日、共同通信の反保守政権5条連のみならず、メディアこぞって麻生氏は高齢者を侮辱したと報道を炎上させた。今回の騒動、国連も軽率すぎるが、より悪質なのは意図的な偏向報道に手を染めた日本のマスコミ。当時きちんと真実を報じたのはネットメディアぐらいであった。